こんにちは、けいそうです。今回はダリアの描き方をお届けします。ダリアにはいろんな種類がありますが、今回描くのはボール咲きといって、お花全体がボールのように丸いフォルムをしていて、そして花びらが内側にくるっと巻いている形のダリアです。今回の絵手紙ではダリアのお花だけでなく、ミツバチにも登場してもらいました。使う絵の具は吉祥の顔彩、24色中10色です。筆は面相筆、作用筆、筆ペンを使いました。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。まず面相筆に黒を取ります。お花の中心から描いていきますよ。中心に向かって固く閉じた花びらの周りには、小さな花びらが周囲をぐるりと取り囲んでいますね。筆先が見えなくてごめんなさい。左側に完成図を置いておきます。続いて赤い花びらを内側から順々に描いていきます。この花びらに入れている線は、この花びらが内側にくるりと巻いていることを表しています。完成図を見てわかるように、後でこの2本の線の間は影として塗っていくんですよ。花びらは内側から外側に向かって互い違いになるように並べていきましょう。そしてどんどん増やして、お花全体をこのようにボール状にまとめていきます。ダリアは花びらがたくさんあって描くのが大変そうに見えますが、実はこの通りシンプルなんですよ。最後の方で花びらがボール状になるように配置していけばいいんです。今回はお花だけにして葉っぱは描かないことにしました。だいぶまとまってきましたね。最後に茎を描きます。描き終わったら一度完全に乾かします。面相筆に線香器を濃いめに取ります。この色で中心の花びらを塗っていきます。作用筆に持ち替えて、絵皿に線香器と紅を取り、色を混色します。鮮やかな赤色を作ります。この色で花びらの外側から塗っていきます。同じ色で塗っていきますが、花びらは一枚一枚丁寧に塗っていってくださいね。続いて絵皿の赤色にえんじと紅を混色して、先ほどよりも少し暗めの赤色を作ります。この色で残りの花びらを塗っていきます。内側の花びらが外側の花びらより少し濃いめになっていますね。同じ色で外側の花びらの線と線の間に色を入れていきます。面相筆に持ち替えて、新社と黒を絵皿で混色します。ちょっと暗めの赤色を作ります。この色で内側の花びらの線と線の間に色を入れます。
これが花びらの影になります。動画のようにこの色を入れた後は水筆で外側に向かってぼかしていきます。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、今回は作用筆を使っています。余分な水分は布巾で切って使ってくださいね。花びらの影は中心側ほど濃く、外側に行くほど少なくしていきます。影の入れ方は動画を参考にしてみてくださいね。この種類のダリアの花びらは内側にくるっと巻いていて特徴的ですね。なので描き方もこのようにちょっと工夫してみました。影を入れることでだんだんダリアらしくなってきましたね。瞑想筆で線香器を取り、絵皿の赤色と混色してオレンジ色を作ったら、このように内側の黄色の花びらの影を入れていきます。こちらも塗った後は水筆でなじませていきます。次に作用筆で紅を取ります。この色を花びらの先端から色を重ねます。色の塗り方は動画を参考にしてくださいね。顔彩は乾くと色が薄まるので、さらに色を濃くしておきました。瞑想筆で胡粉、花白露、若葉を絵皿で混色します。明るい緑色を作ります。この色で茎を塗ります。絵皿の中の花びらの影に使った色で蜂の頭と胸を描きます。きれいに洗った作用筆全体に線香器を含ませ、筆先にだけ上朱をつけます。はがきをくるりと回して筆先を蜂のお尻の方に向けて、筆の腹を押すようにしてこのように胴体を描きます。瞑想筆に持ち替えて白露と胡粉を絵皿で混色します。この色でミツバチの羽を描きます。瞑想筆に黒を取り、筆先をティッシュなどで細く整えます。この色で蜂の触覚や足、そして腹部の模様などを入れていきます。絵皿の赤色に黒を混色して暗い赤色を作ります。この色で花びらの影をもう一度塗り直します。顔彩は乾くと色が薄まるので、もう一度しっかりと影を入れておきます。1回目を塗った時と同じように、後ろの方は水筆でぼかしていきます。2回目の影塗りはこの程度でとどめておきましょう。はい、ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。
赤いボール咲きのダリアはいかがだったでしょうか。鉢を描くのがちょっと難しいと思われる方はダリアのお花だけでも大丈夫ですよ。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。